鳩山前総理大臣が小沢前幹事長や平野前官房長官らと会談し、現時点では菅総理大臣を支える意向を示しました。これに対し小沢氏は自らの出馬について一両日中に判断をする考えを示したということです。今の状況、政治的にも今の経済の状況を含めて大変な状況にあるということについてはお二人の認識は一致です。小沢さんがこの一両日含めて状況を含めて判断すると。平野氏によりますと、会談は小沢氏が出馬の判断をする前に鳩山氏と相談するために行われたものだとしています。この中で鳩山氏は現時点では菅総理を支持する考えを小沢氏に伝えました。ただ鳩山氏や小沢氏らは菅総理の政権運営に問題があることでも一致しました。一方、菅総理は今日にも鳩山氏と会談する意向を示しています。党内は菅総理側と小沢氏側が激しく対立する形となっていて、仲介役の鳩山氏が対立を回避できるかどうかが焦点となっています。